皆さんこんこにちははでですすハウスはですね丸八幸喜さんっていう、まあ、スタンドとかサドルとかあとはキャリアを作ってらっしゃる会社さんがあるんですけども自転車スタンドとかメンテナンススタンドちょっと提供受けてまして今回はバイク複数持ちの方におすすめのスタンドをいただいたのでそれを紹介したいと思います。これなんですけど新商品で IWA タワーっていうものになります。はい 今キャノンレールのロードバイクとグラベルロードセッティングしてるんですけどすごい高いまあそうだね高さがあるんで天井低いとこだともう置けない可能性あるんでちょっとそこの高さはここに票を出しときますまあこれをいただく前はもうここに横並びで自転車が敷き詰められてて通り道がないまあこれがあることによってバイク1台分が減るわけですから助かりましたこの商品頂い,いて <laughs>。 ほんでこの IWA タワーっていうのは賃貸マンションだったりとかお家のお部屋で使うように考えられてましてどちらかというと外でこういう風にディスプレイするものではなくて部屋の中に置く用のスタンドになります製品の特徴を言うとまず地面に接するところっていうのがゴムでできてて床とかを傷つけにくくなってます。今揺らしてみるんですけど、こういうい風に。 あの地震とかね想定しても、うんまあ、そっとやちょっとや倒れないですね、うん、しっかり頑丈よっぽど大きな地震じゃない限り <laughs>、うん、倒れないと思いますこんだけ色出してるのね今そのその秘密がここねここがこういうふうにこう。うん 角度が変えれるようになってるわかるかなこう。で何が言いたいかっていうと今このトップストーンっていうのがホリゾンタルっていうまあ水平ホリゾンタルって水平ってことなんだけどそういうフレームじゃなくてちょっと下下がりになってるねここに、うん、こっちからこっちに向けてちょっと斜めになってるじゃないですかで今この標準状態でこうやってフレームを置くわけなんですけどそうすると勝手に 一番安定するるとこで止まってくれるだからすごいもう安定するんだね。でこっちは逆にこれスーパーシックスエボはホリゾンタルフレームっていうこう三角形綺麗なまっすぐなっててこういうふうに置くとまあこのまっすぐの位置で一番このバイクにとっても安定するとこ というところであっっ動かなかかなたりとかでこういうスローピングだとこういう風にねあのここがちょっと動いてくれてなんでまあ半自動的に一番バイクのまあ何て言うんですかね安定するところで、えー、乗せれるというか支えてくれてるので楽、ね、そうだね重心をなんか決めてくれるというかう、まあ、それがポイントやし、まあ、ここ結構あの幅広のゴムついてて乗せるとこね。 こう来て欲しいんだ、ね、まあフレームも気づかないししっかり面で支えてるんで安心かなと思いますただ上に置く自転車に関してはもともとこういうこれはつけた方がいいっすねこれつけないとやっぱりねまあ見た目もそうなんだけどまあこういうふうに置けば大丈夫なんだけどこう揺れた時多分こういうふうにほら傾いちゃうから。 ここは安全上これは絶対つけた方がいいかなと思いますねここの高さはねこうバイクによって変えれます大きいマウンテンバイクでもいいし、まあ、調整できますでこんだけ余裕あるんで多分でかいバイクでも2台吊り下げれると思いますで色は黒と白とオンライン限定でシルバーブラックみたいなもっと高級感が出てるようなやつがシルバーブラックこんなような感じですね多分があるので まあお部屋のインテリアに合わせて3種類選べるっていうのもいいとこかなと思いますでさらになんですけどこのままライド行くぞってなった時ってこのまま大体持っていくわけじゃないんですよね例えばサイコンつけたりドリンクつけたりとか空気入れしたりとかするわけじゃないですかその時に、まあ、この状態だと、まあ、不安定でちょっと入れづらいんでこう離してこここうやって。 ここにも、まあ、もう一台置けるっていう。こういうふうに。うん、で、ここ高さを合わせるので、いろんなタイヤサイズでもいけるし、まあ、工夫次第で3台こういうふうに置くこともできるそうです。で、この状態でこういうふうに、まあ、準備だよね。うん、もう空気入れとか、変速調整とかね、あのー、ブレーキ調整以外のことは、 えー、メンテナンスもできそうっすね。はいということで IWA タワーの紹介でした過去動画でこういうね縦置きのねスタンドだったりとか洗車とかメンテナンスディスプレイに向いてるようなこういうスタンドだったりこういうスタンドね車載車に積む時にも向いてたり家で奥にも向いてるようなスタンド。今この 3製品も紹介してるんで、まあ、気になる方はこの過去動画で見ていただければと思います。今回紹介したのは、まあ、最低2台持ってる人に非常におすすめです。ということで本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。